今9月でしょ、9月の初旬になりました。なんかやっとね、朝が涼しい。でも今日暑かったね。昨日でも涼しかったんだけど、そうそう、後でお店に来ます。お待ちしております。ありがとうございます。ということで、まあ秋仕様なんです。もう仕様は秋仕様なんですが、まあね、気温もね高いですし、じゃあもうどういうアイテム着ていこうかということで、まずはね、コットンの羽織を2種類ご紹介をさせていただきます。で、その後にインナー類をご紹介した後に、中間時期に着れるアウターを2型。で、今日から、ネットの方は、先々週ね、ご紹介させていただきました、ニットの、カーディガンですね。ヤクニット。もう本当にぜひとも触っていただきたいっていう、ヤクニットの方を、展開をさせていただきました。ネットの方でのご購入ができます。で、お店の方にもね、サンプルが揃っております。ぜひ触ってどれが本物なんだっていうことを見に来てほしい。これが本物かっていう、ね、そういうことですよ。ダイヤモンドは何か特殊な機械に当てないと本物かどうか分かんないです。でも、あのヤクニットは触れるのわかる、私でもわかる、簡単わかるから、ちょっとぜひともね、お店の方で見ていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、ご紹介のアイテム、まず一番初めにご紹介させていただく、コットンサテンアトリエシャツっていう形で、そうなんです、18,700円でございます。コットンサテンってなんやらほいって感じなんですけども、コットンなのサテンなのって、もちろんね、これコットンなんです。コットン100になってくるんですけども、こちらなんですけど、ちょっとね、サテンじゃないですか、なんかちょっとね、ツヤっぽいというか、ちょっとしっとりとした、もう肌触りの滑らかなシャツになってます。本当にね、なんかコットンのガサッとした感じが全くなくって、そうそう、アトリエっぽい、そう、アトリエっぽいでしょ。まあ、ここもそうだしね、ここもそうだし、ここもこう絵描きそうな感じなんだけど、ここもそうだし、ここもそうなんだけども、こういうシャツになっております。で、こっち2種類になってるんですけども、とにかく素材がコットンなんだけども柔らかい。で、これがね、いいのはシャツっていう名目をかけてるので、もうシャツで着ていただいて大丈夫なんですけども、ここにね、ポケットがあることによって、そう、羽織もシャツ仕様としての、機能もあります。だからジャケット機能ですね、ジャケット機能として使っていただくことができますよっていう感じなんです。なんかみんな何着てる？バックとか開けてみて。だからもう今の時期に肩掛けだったり、これね、でも本当これぶっちゃけ今シーズン出てますけど、年中物の羽織だと思います。もう本当に7月8月のめちゃくちゃ日差しが強い時とかでも、こういうのが1個あると、日差し予防地にもなるし、今の時期だったらこれ1枚できて秋仕様に。で、長袖でも何ていうの、生地がそんなに分厚くないの。そうですね、そうそうそう、全然分厚くなくて、口袖ぐらい、そうそうそう、なんかね、ちょっとアクセもちょうどこう見えるぐらいかなっていう、ブレスも見えるかなぐらいの、高さになっております。で、カラーは、2種類になってまして、で、18,700円、一応私が着てるのがカーキでブラックという形になっております。もう本当にね、洗えます。で、コットン、だからコットンってさ、すごいよね最近。なんか昔コットンはコットンだったじゃん、なんかナチュラルなさ、なんか素材感、見え方もコットンって分かる。そうコットンだったんだけど、なんかすごく良くなった。だからもう本当にいろんなコットンの表情がある中で、これはちょっとサテン寄りというか、ちょっとしっとり系の、肌なじみのいい上品な感じの、素材感かなというふうに思います。なので、もう本当に開けてしまって肩掛けだったりとか、ロゴ T に肩掛けだったりとかで、そのまま着てもいいですね。皆さん大好きな瀬戸さんの追っかけシャツ、追っかけシャツと同じような着丈というかですね、追っかけシャツとちょっと似た感じのスタイリングを作っていただけるかなと思います。着丈がそんなに長くないです。で、ここの筒もですね、スリットとか入ってないでこのぐらいなので、さっき、山内が着ていた、スカートね、スカウチョフパンツ、ここ記憶をたどり寄せて、そういろんなカタカナをこう組み合わせて、何やったっけって言ってて、スカウチョフパンツ合わせて、スタイリングで、どこ行ったとあの人今。
もう着替えたと。早くないちょっともう一回それで出てき早いけちょっとまだいいよ、もうどっか行っていいよとかまだ一言も言ってないよ。どっか行っていいよ。そうよ、勝手にダメダメ、早くちょっとこっち来て急におらんくなるから、あれどこ行ったのって思ってダメダメ、もう一回来て。そうそう、黒も黒でちょっとちゃんとさ回ってもらわないかんけさ、このポケットもね、あのなんていうのかな、シャツに見えないよね、これジャケット。そうそうそう、なんかジャケット見えするような感じで作られてるのは怖いですか怖いよね、博多弁でさあのなそうそう、博多弁でなしょったみたいな本当よね、いろんな人はい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 、そうそうそう、言われたら怒られたと思う、はいはいはい、そうそうそう、こういう形で、こうやって羽織で使っていただいてもいいですっていうところなんですけども、首のね、これちょっとさ、ちょっと一回全部締めてみようか、全部締めてみて、このね、ボタンも可愛いんだよね。このね、ボタンがね、ちょっとね、ぷっくりとした、ちょっとね、そうそうそう、ぷっくり、触ったらさ、あの普通のボタンとちょっと違うの。なんかぷっくりしててね、可愛いの、これが。そう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 。で、大丈夫？もうどこはどこかで、ちょっといい邪魔なんだけど。ボタン閉めるだけだったらこう言ってくれないから。そうそうそう、ちょっといい。だってさ、ボタン閉めるのにこうやって見られてもさ、ちょっとあれだからさ、ちょっと鏡みたい。そう、鏡に設定。そうそう、そういう時間じゃないから。そうそう。で、これね、笑いすぎだよ。これね、あの、ちょっとね、スタンドね、なってるんです。やりとりが。これちょっとスタンドになってるのね。これちょっとスタンドになってるんだけど、わかりますか？細かくね、襟にね、ステッチ入れてるの。そう、これをね、細かくステッチ入れてるから、あの、ここがね、へたらないんですよ。そう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 。あのね、普通はね、あの、中に細かあの、なんていうか、強めの芯を、あの、接着芯とかで貼り付けてしたりとかするんだけど、こうやってね、ステッチをしてあるから、襟元にもね、ちゃんとね、ちっちゃいの。ちっちゃいんだけど、表情があるの。これね、高いとね、もう本当にチャイニーズシャツみたいな感じになっちゃうんだけど。なるほど。そうそうそう、なるほどでしょ。細かくね、これが入ってることによって、綺麗に襟物がね、あの、へたらないで使えますっていう、そういう時間じゃないって、そういう時間じゃないっていう感じです。で、黒も一応ですね、こういう形で同じ同色のステッチになっております。で、本当にね、シャツって言ってるので、もう作りはもう本当にジャケット仕様です。ここにね、見返しの、ステッチが入ったりとか、あとはここにですね、チャームがここしっかりね、トワミーっていうところでオリジナルで作っておりますよっていうところで、デザインが入っておりますというところですね。はい。で、着丈はこのぐらいです。私でこれ、山内でこの感じですね。まあちょうどいいよね。インしなくていい。そうだよね。そうそう、インしなくていいっていうのはこれ。そうそう、インしなくていいシャツっていうところで言うとこの感じになってきますので、そうそうそう。後ろチャームね、すごくね、あの、いいですよ。で、あの、お袖のところも、あの、ドルマンじゃないんだよね。ドルマンじゃないんだけど、ちょっと肩落ちのタイプで、なんか、あの、お袖周りがすっきり、あの、着ていただけるタイプになっております。で、もう一つね、あの、ご紹介して、あの、させていただく、今度はコットンシャツ、別のバージョンになります。これはね、今度ドルマンのシャツです。ちょっと着比べてね、見ていきたいなというふうに思います。じゃあ、ちょっと、大坪さん、黒ね、着てもらってます。私、ちょっとこれの色違い着てきますね。そう、襟大事よ。で、だから洗濯するでしょ、私たち。洗濯するときにどこがやっぱりへたるかって言ったら、やっぱ首元って顔の周りの印象だから、あの、ここはね、守りたい、ぜひとも。そうなったときにやっぱり、そうそう、この前立てのちょっとステッチっていうのは大事な仕事をね、長くな使えば使うほど役割がね、分かるから、ぜひとも。秋だ、秋なんです。行きましょう。ちょっとこちらはまた別の、ブラウスになるんですけど、バンドカラードールマンブラウスというブラウスになります。もう一色あるので、こちらを着てみてくださいます。こっちはさっきと違って、こういうドルマンの結構お袖ゆったりのタイプになります。でサイズ感的にもこっちの方がちょっとゆったりしてますね。で、丈感は本当さっきのおシャツよりちょっと長いかなぐらいのタイプになるので、私今羽織で着てますし、締めて着ても可愛いかなと思うんですけど、インナーにちょっと明るい色入れてこんな感じで着たりしても可愛いので、お素材がこっちも綿 100% で、こっちの生地
地感は結構さより張り感があります。さっきちょっとあの柔らかい生地感って言ったんですけど、こっちの方は結構しっかりした張り感のあるお素材になってます。本当にペタってこないので、どっちかというとふんわりこう着れるようなタイプになっておりまして、お袖の部分もこうやってあの、ね、ボタンがついてるので、折り返してあの外して折り返したりしても可愛いですね。マーメイド、そうです、マーメイドさんです。マーメイドさんの商品になります。すごい、皆さん商品見ただけでどこのブランドかも分かるような感じですね。確かにマーメイドさんっぽいちょっとこうナチュラルな感じの、あの綿素材の特有のその天然素材の生地感素材感っていうようなタイプになってるんですけど、こうやってあのトロワさんのチェックパンツですね、合わせてちょっときれいめに使っていただいたりもできるアイテム。これ特徴が見えますかね、この色わかるかな、ここに切り替えがこう入ってるんですよ。多分マネージャー着てきてくださるもう一個の明るい色の方が分かりやすいんですけど、ここのお袖の切り替えがここにグッと入ってて、結構お袖周りがふんわりしてる形になってます。そうそうそう色ね、カラーが私かわいいやろ、タートル着てきたの、シアタートル来たよ、来たよ、来たよ、そうよ、皆さんお待ちかねのシアタートル、そうそう、シアタートル来たよっていう感じで、ちょっとねこのシアタートルね、あのうちでは入れるけど、あんまりなんか化学繊維っていうかポリっぽい感じだったんだけど、こう、そうそうそう、アンカルネさんで、で素材をねちょっとこれアルドリッチさんっていうメーカーさんのものになるんですけど、ちょっと触った時にコットン100なんですよ。コットン100ですごくよくって、ちょっと今日ねお試しでネットでもねご紹介していくんですけど、今これねバルーン限定で、千葉と、熊本と、福岡で限定でね、ちょっと数量限定で入れさせていただいてるんですけども、矢野さんのカラー、昨日試着しました。かわいい、このカラーめっちゃかわいいですよね。そう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 、でこれでさちょっとさ見守ってるでしょ、見守ってるでしょ、触っていただきます。そうそうそう、あ、カメラカメラ、もしかもつけて、あ、これでねスタイリングを完成させて、ちょっとねかわいい、そうそうそう、こういうのでちょっと抜いて、さっきのはちょっとシャツ要素というか、そのまま着てもらった感じがねまた可愛いかなと思うんですけども、あのこれはちょっと羽織で使っていただく、なんかより羽織っぽいよね、このボリューム感が、抜くができない、そう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 、これは抜ける、抜けます、抜いて着ることがあのできる。で、あの今からはもう持ってるインナーをこういう感じでちょっとお袖から出して、でシャツをちょっとね短くするの、短くしてブレスレットをこう重ねて、指忘れました、私指忘れたんですけども、指をねこうやってちょっとつけて、ちょっとつけて、あのお出かけするのがいいんじゃなかろうかというふうに思います。この色ね可愛いね、そうそう、シルバー入るのよ、ゴールドにね持ってってもいいんだけども、ちょっとシルバーでね締めるのも可愛いかなと思います。で私が着てるのがモカブラウンで、大坪が着てるのがブラックになっております。でこれも前開きで着ていただいても大丈夫ですし、っていうとめっちゃ好きでしょ、めっちゃ好き、もうやっぱこの時は好き、もう本当にもう、そう、夏はねもう好き、嫌い暑いよね、夏好きっていう人もそれだけでもうエネルギーあるんだなって思う。私はねエネルギーありますよ、私もエネルギーある人なんだけど、ちょっと夏はご勘弁っていうか、モカブラウンも素敵な色ですよね、うん、こちらが15,180円です。これもコットン100になってくるんですけども、さっきのコットンとはまた表情が違います。わかります、音聞こえるかな、このね、そうそう、シャカシャカっていうかパリパリじゃないけど、そうそう、ハリ感の感じのデザインというか、あの色味になってます。これがさ、あのデニムシャツと、あのデニムジャケットとは違うんだけども、コットンのジャケットみたいな感じでも見れるし、シャツとしてでも使える。これだいぶ抜いてるよ、抜いてます。こういう着方かわいいね。ここにヤザーがちっちゃくいっぱい入ってるから、うんうんうん、抜いた時にここの、なんていうかな、広がりが出なくて、ね、勝手にこう落ちてくれる。いや、楽々。なんか変なことしなくても、そのまま形作ってくれるから、で、もう本当にね、あの、よっか、これ見えるかな、見える見える、あのさ、ここにさ、こうやってステッチが入ってたりとか、あのね、結構、焼き
近づいたら分かる。もうすごいね、細かいのよこれ。ここのさ切り替えとかもこうやってこういう感じで切り替えがね、こうあの胸にかけてこうダイヤっぽい感じになってたり、そうそう、背中もねスケッチでね入ってた。形はもうなんかベーシックなドルマン系かなと思うんだけども、着てるとねあの本当にパターンだったりとか、こういうちょっとねステッチの入り方、生地の取り方っていうのがすごくね珍しい感じになってるので、ベーシックなんだけどもデザインシャツとして、羽織として使っていただけるアイテムかなと思います。だからもう今からはねこういうインナー系でたくさんね遊んでいただきたいなというふうに思いますので、安い色変えても面白い。そう、まあ、なんか私ねさっき白着ようと思ってたの、これにさアイボリーの白着てもさすごい可愛いでしょ、うん、そうこの感じでね合わせて使っていただけるかなというふうに思います。次何紹介するんだっけ。私これ着ちゃったからこれ紹介しちゃ う順番変えるって言われたけど、あいい、これ後で紹介します。これだってまた着るもん。着てきてる。あ着てきてる。じゃあ置いてみる。うん、あそこやって。じゃあ私は何をしたらいいの。私何着ればいいの。パンツ。あ、フィンね、はい、フィン行ってきます背中の丸みが可愛いですね。着るだけで可愛いの最高。着るだけで可愛いし、着るだけで気分上がるし、素材コットンだし、もうコットン大事、コットン大事、コットンっていうところをちょっとこだわっていきたいというところでお願いいたします。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、じゃあ行ってきます。ちょっと次にご紹介するの、私ねこれねもう一回喋りたいのよ。もう一回喋ってください。そうあのこれ脱いで、そうこれもねちゃんと喋っときたいのよ。喋りたいこれもちゃんと伝えとかないといけないの。これもね同じそのこのインナーと同じアルドリッチさんからの本当にインナーってさ大事じゃん。大事じゃん。でベーシックカットソーなんてマジ最高じゃないですか。そうだからそういうさみんなが一番初めに肌につけるアイテム、ベースのアイテムっていうところをちょっと今年あの秋口のスタートにあのしっかりねあのご紹介していきたいなって感じ でもねしっかりっていうほどのね在庫がないわけよ。在庫を積んでないわけな。ごめんなさい反応が良ければデザインものが多かったから、今後にこんなのがいいのよって言われてたら、うん、もう絶対私ねちゃんとご用意するからって、あのそれぞれこれもそうだし、このタイプもそうだし、これもそうだし、役割が違うんで、役割が違うところを理解してちょっと見ていただきたいなというふうに思います。これもねコットンカットソーになります。13,200円、超長面っていうところで、素材もね最高級の、 あのものを使っております。で、マルドーフライスって言ってからね、わかります、縫い目がないの。縫い目がないで筒状で、でスポンと切れて、もうこの袖まず七分で、これはもう本当に白とかでも透け感が全くないです。でこの首元っていうところで、あの脱いで OK なインナーだよっていうことです。脱いで例えば肌着感出ないですよ。そう肌着感出ないで、ジャケット着てスタイリングでもいいし、アクセでもいいし、だから可愛いデニムを主役にしてこれを1枚に着てっていう感じ。今できるスタイリングってそれじゃない。そう、空中って1枚できれるんだ。そしてありがとうできましたありがとう。確かにオフィスの方とかもジャケットでこういうのにパンツとかのスタイリングが多いじゃないですか。なんか本当こういうのって1枚あると便利です。そうで、あのなんか拾わない感じとか、うん、で首元のこのリブの太さだったりとか、で秋もさ最高じゃない。本当に詰まりすぎてない、ね、そうこの感じがもうグってなってない、なってないで、色バリエ4色でやっておりますので、はい、よろしくお願いします。ちょっと私触りを喋りたかっただけなんで、はい、よろしく。もうほぼ喋ったことないよ。あとはもろもろの紹介だけさせていただきます。カラーがオフと、私が着てるのがキャメルで、山ちゃんが着てるのがグレイッシュブルー。結構なんか本当くすみ系のブルーみたいな感じの色 で、ね、すごい肌色明るく見える感じのカラーになりますね。で最後が黒です。本当にもう定番のベーシックカラー2色とカラーもの2色っていう感じで、そんな
時みたいに、秋物って結構深めの色多くなってくるんで、そういうのの中にこんな感じでちょっと、差し色で入れていただいてもいいですし、もちろんその脱いだ時にも可愛いので、皆さん持っていただいてる方多いと思うんですけど、ジレだったりとか、ね、シアのブルゾンとか、そういうのの中にカラーもの入れていただいてもいいですし、白黒とかに関してはアウターの中にちょっと重ねるとか、色物のニットの下に入れるとかでもいいので、ちょっと襟元だけ出すような感じの着方も可愛いと思います。ゆうのお姉さんって感じで、ありがとう。どちだろうですね。でサイズもワンサイズになります。38のワンサイズ、フリーサイズですね、になっております。手洗いも OK なので、本当生地感もすごいですけど、まだちょっと暑いので、一枚着て汗かいたなって時にお持ちで全然手洗いしていただけるアイテムですけどね。撫で方、私撫で方なんですけど、撫で方感出てなくない？出てない。ちゃんとこの肩周りがこうすっきり見えるっていう。肩がちゃんと入ってる。だからか。そう。いや本当に。そうなんですよ。いや本当にそうなんですよ。ショルダーで落ちてるのが今多いけど、ベーシックそう。ちょっと落ちますもんね。そう。これはね、落としてないから。だからだ。いや結構おすすめ、本当におすすめ。ちゃんとね一枚で着れるっていうのがそういうところですよね。です。お値段が一応13,000円、税込13,200円になっております。となんか今何着ようってこととかは、持ってらっしゃるカーディガンとかでもいいですし、ジレとかの下にこういう一枚薄いカットソーを入れていただく。もちろんベーシックカットソーもそうですし、お袖がもうちょっとあった方がいいなって方はベーシックカットソーだったりで、あとクリップ隠したいなって方はさっきネジャーが着てたタートルのタイプのとこ紹介するんですけど、そういうものを入れていただくとですね、していただくといいかなと思います。遠くからも解説聞こえてますよね。丸聞こえ、聞こえてるみたいです。逆に他のお客さんが聞こえる。外のでも本当綿素材ってね、本当は肌触りが良くて、で時期とかが特に多い時期なんですけど、これから時そのウールが苦手って方とか、やっぱりこういう綿素材のアイテム1枚2枚持っていただいてた方が重ねて着れるので、さっきのタートルももちろん綿服なんですけど、重ねて着てチクチク感をね、こう肌に直に来ないように、なんか細見えしません？めちゃめちゃそうかわいい。これすっきり見える感じ、もインしてもいいし出しても全然安心。そうなんで、なんか結構見込み的にはめちゃくちゃコンパクトな。そうなんです。本当ね、山内さんが今いいこと言ってくれた。本当にね、肩の入り方なの。これだけで不思議や。本当に撫で方に見えない。そう。あのね、本当この世の中のカットソー見てください。ほとんど落ちてるの今。いや本当にそうなんです。だから私これをセットインって言って、これがいいの。これがいいの。これが私たち撫で方みはいい。じゃあ肩張り素材はどうですかって言ったら、これも結局生地が柔らかいので、すごく張って見えるかって言ったらそうでもないので、これもねぜひ聞いてみてください。細見えするのよ。そう、肩ってさ、肩って大事なのよ。肩に角があるかないか、角があるかないんです。ないのよ。私が肩に角があったらさ、もっと良かったんだけど、ないのなんだけど、これでちょっとクッと歯が上がるから、すごく、ね、身ごろも細く見えるんで、これは、ね、すごく大事なポイントなので、ぜひともちょっとね、はい、忘れないようにチェックしておいてください。大坪さんの色気になる、はい、大坪さんの色何着てたっけ。あの色ね、そうあのカラーね、言ってたっけ、カラー転換言いました、言ったね、4色です。はい、キャメルでございますので、よろしくお願いいたします。ということで、私フィンを、聞いております。フィンすごく人気があります。だってこれさ、そのまま1枚で長さがあって、でスウェットとは違うんだよね、カットなんですよ。これかスウェット見えするんだけども、カットになってくるので、こういうの長く使えるよ。本当にこの素材本当にね、めちゃくちゃいいと思うんですけど、これに、先ほど私が黒を着ておりましたタートルの、こちらですね、別の色を着させていただいております。コットンタートルネック、これもねコットンなんです。で、私はこのコットン
スタートル、ちょっとシアー感があるタイプなんですけど、まあ、さっきジャケット着るときに中にタンク、あのキャミソールとか着て、そのままちょっと透け感見せてもよかったんだけど、私はね、去年ね、あのもう私物でね、あの買ったし、あのコットンタートルがあって、これであのすごくこの分かります、こう透けてるの、透けてもこれぐらいのやつが去年ねめっちゃ着たんですよ。で今年ちょっとないかなと思ってずっとメーカーさん探してて、でな、でそれでコットンっていうのがやっぱさ、あのもう何回コットンっていうねって話なんだけど、あのコットンっていうのが良かったんです。で今回あてが入れさせてもらったんですけど、着方これです。ちょっとお袖出すんです。首元もそうです、ちょっと首元出すんです。なんですけどこれだけであのカジュアルラインのアイテムが一気に大人見えしてきます。私もうすぐ40代になります。50代60代ってなった時に、いやいやちょっとこんなさカジュアルなアイテムをそのまま着てもなんか流行ってるのは分かるけどどうしたらいいのって言ったら、こういうことです。シャツを入れたりとか、こういうねタートルだったりとかの、お袖物インナーものをきちんと合わせることによってスタイリングがぐっと深みも出しますし、綺麗になってきます。大坪さんちょっと、あ色違い、あごめんごめん、持ってきて、黒、あ黒、私黒抜いとったろ、脱いだろ、ちょっと待って、脱いでなんかそこら辺置いてた、ちょっと、じゃあちょ画面消えちゃう。黒、さっき着てた黒です。ちょある黒、あごめんそうそう黒そう黒ね、黒とこちら、私ねこの色もねめっちゃ使うと思う。白ね、私こういうの白あんまり普段着ないんですけど、でもさよくない、なんかさ白でもなんかクリームの白じゃないのよ、うん、ちょっとねあの真っ白ではないんだけどクリームすぎないで、あのちょっとねあのスッキリめで着れるタイプになっております。で分かります、このシアーが、ちょっとこれパチンと開けて、この感じです、この感じです。だからもうインナーは着ますよ。インナーは着てください。そうそう、見せるときはね、着てくださいね。で、黒もさっき私のやつね見てみてください。ビーって見てもらったらここちょっと透け感あったと思います。で、本当にこれシアーのタート、あのこれリブになっております。リブになっております。で、これちょっと出してもらう。これインナー出して。で、仕様はここもねこうやってクリンクルな感じでメロウの仕上げになってます。首元もそうだし、あの手元もそうなんですけどメロウ仕上げになってて、でこれ全部出してみて、カットです。全体のカットですね。これねあのちょっとあの中のやつが響いちゃってるんだけども、これがねラウンドになってます。よく見て、こうバツじゃないのよ、わかる、これですね、そうそうそう、ラウンドになってるんで、もしあれだったらちょっと短いものとかと重ねてちょっとメロをこうやってあの後ろからこうやって、そうそうそう、ラウンドはないよ、ラウンドないよ、こういう感じで出してもらっても大丈夫なので、まあ、もちろんインしてもらってもいいし、私みたいな形でそのまま着ていただいても大丈夫ですよっていうタッグになってます。ちょっと切れ目のニットとか入れて、そうそうそう、合わせていただいて、もちろんさっきこれもこのぐらいの薄さなんで、もう中にインして使っていただいても大丈夫なので、もうぜひとも今年ですねこういうちょっと透け感がある、でもコットンだよっていう、肌につけてても違和感がないよっていうものをちょっと選んであの着てもらうといいんじゃないかなと思います。これもね、バルーン限定でちょっとお試しで入れさせていただいてるのと、あとはネットですね、ネットであの入れさせていただいております。反響良ければですね、ちょっとメーカーさん在庫あればちょっとお取り寄せをねちょっとしていきたいなって、であとは来年まだまだやっていこうかっていうところでちょっと考えておりますので、はい、よろしくお願いいたしますっていうところで、これデニムシャツでね合わせて使ってもいいし、これもさ瓶のこの色とこの茶色とか可愛くない？そう、可愛いよね、ゴールとか黒にこの白い、そう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 、この襟立ちもさ、この高くないのよ、はい、高くない。休憩をします。アーカイブ見ます。いってらっしゃいませ。13時でございます。今日金曜日平日ですのでね、ちょっと皆さんお忙しいかと思います。であとは私松丸、あカラーはね3色ブラック、こちらのブラウンと、あとはこちらのホワイト、アイボリーなのかな、記載は何になってるんですか、私が調べます。オフでございます。オフブラウン黒、ブラックっていうか黒そのメーカーさんがね好きなカラーの選びなんで、そうそう、読めないカラーも、そうそうそう、わかんないのよ、まあ、まあ、聞いたことないカラーで、そう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 、でも大体わかるようにちゃんとしてます。言う口とね記載は違うかもしれないけど気をつけます、申し訳ないです。はい、こちらですね3色になっております。で私が着ております、パンツ、まずは企画
クのパンツでございますよ。ブラウンいい色ですね。そうなんです、ブラウンはねもう本当になんか白でも合うしデニムとかでも合うし、そうそう、で一気にね秋見えするからね、ちょっとねあのベーシックカットソーとかでも私ねブラウン入れてるんだけど、ちょっとぜひともね試しにねあの着てほしいなというふうに思います。大丈夫、あよかった、暗くなりましたね、ちょっと待って明るくしよう、大丈夫です、ごめんなさい、はい、ということでよろしくお願いいたします。で松原さんのパンツを私履いております。私松原さんのパンツ38サイズを履いております。なんでこんな感じですよ、ねえだよ、あの私がさ持ってるさ矢野パンとウエストの周りがちょっと違うんだよね。前がちょっとすっきり、矢野パンとはね、矢野パンウエストがさ総ゴムのさあのビヨンビヨンっていう感じでここの横止めだったと思うんですけど、前はすっきりめのタイプになってて、後ろにゴムがねしっかりあのついてる、そう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 、でもね矢野パンよりやっぱポケットの付き方がさシングルというかさフラップもついてないからまた全然違うよね。一気に綺麗見えしますよね。そうそうそう、一気に綺麗見えするし、うん、使い心地がすごくいいから私たち2人で38入ってます、はい、2人で、そうそう、あの私は身頃ありこの子は身長ありということで、あの38を合わせてます。で長さもしっかりあるのでもうぜひともねあの店頭で合わせてみてください。どうしてもですねあの私みたいに横があるとあの上あの高さを取られてしまうので横幅で、私はもうね長さこれ38で私160センチの身長なんですけども、あのぴったりです、ぴったり、うんうん、ちょっとサイズはね参考にしていただけます。すごく履き心地もいいし生地も今からいいね、これねその分厚すぎないの、よーこの生地いいよ、この生地、この生地めっちゃいいですよね。そうそう、なんか生地選びってめっちゃ難しいと思う、すごくいいこの生地、そう高級感もあるし、そう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 、これはねぜひともねあの店頭でこれも予約スタートしておりますので、これからね、うん、これねあの綺麗見えするからもうお仕事とかでもいいし、これさあの黒のジャケットとかさ、あのあなたベスト持ってるじゃん、ベストベスト着てるベストベスト、あとあのリベット着たいんですよこれ、あいいかもいいかも、そうだねそうだね、これさそうスタイリング変えますね、スタイリング白のねタートルに、そうそうチレで行きましょうということで、そう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 、でしょ、このスタイリングかっこいい、全然ちゃうやんめっちゃいいやんいいですね、うん、めっちゃいいやんこれ、かわいい、かわいい、いいやん、素敵よね、似合う似合う、かわいいこれ、いいですね、ちょっと見惚れちゃったわ、そうそうそうっていう感じなんでその感じでございます、ぜひとも、はい、ちょっとスタイリングはもうこのパンツがあれば、うん、もうあのなんていうのかな、矢野パン持ってらっしゃる方とはまたちょっと違ってきますし、なんかシルエットもその美シルエットとかとまたちょっと違ってきますので、なんか定番ものとしてね今後ねこの子がね生き残ってくれるといいなと思います。カーキも矢野パンで出てたカーキとまたちょっと違うんだよ、髪があってそう違うのね、テンション上がっちゃう上がる、上がりますよ、めっちゃ上がる、毎回毎回上がってさ、もういいのよ、終わらないのよ、パンツはいくらですか、ね、そうそう税込みです、であれでしょ、あの 10% はい、そうです、そうそうそう、ね、そう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 、17,325円、これ10あの予約期間中ですよ、予約期間中は、はい、そうそう安くなっておりますので、予約特典の 10% オフになっておりますので、はい、よかったらねご利用くださいということで、いやもう今時今絶対買った方がいいね、そうそうそう、こういう私グレーのパンツ欲しかったけど、うん、どっちかというときれいめに寄っちゃうのが嫌で、うんうんうん、選ばなかったんですよ、うん、でもこういうポケットついてたら普通にカジュアルに、で普通にやっぱりさそれこそさパンツが可愛いからさ、うん、もう上はさ同じシンプルで、そう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 、本当になんか全然上にデザイン持ってくるとごちゃごちゃってなる、そうこのまんまで大丈夫なんで、あの一応ねその、さ9月30日までは予約特典として17,325円、それ過ぎるとね価格通常より戻ります、19,250円になってきますのでよろしくお願いいたします。じゃあ羽織いきましょう、羽織行きましょう、うん、羽織行こう、はい、では羽織行きますね、こちらでございます、
定番のですね、アクータさんの、こちら秋バージョンで、お袖がちゃんと長さがあるタイプで、入ってきておりますっていうことですね。ちゃんと裏地もついておりますので滑りがよろしゅうございます。で、襟元ですね、テーラードでここのところが首元ですね、首元のところは襟がございません。ここだけになっておりますので、後ろの、ね、高さがないんです。後ろ高さあるとね、結構堅苦しくなっちゃうんだけど、このままストーンとシングルで着ていただけるアイテムになっております。長さとかもね、変えずにやっておりまして、後ろもですね、こちら紐がね、はい、これがいいのが、紐がね、こうやって結んだりとかも あるわけですよ。そう、気づいたらでどこ行くみたいな、ポケット入れとくみたいな感じなんだけど、もう何にもしなくていいです。そのためにそのボタンとかはついてないんで、そのまま前開きのタイプになってます。でもさ、わかる、これ着るだけで一気に細見えしない？ね、そう、これだけでもう一気にスタイリングがもう細見えする、羽織の効果です。ベストの効果っていうところは、やっぱり秋の私の嬉しいところは重ね着させてくれるところ。夏はさ、そう、服を脱がないといけないんですよね。もう布を最低で1枚で出ていけるような生地ないかいっていうのをそうそう、ひたすら探す夏だったんだけど、そう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 、1枚で着れるっていうのがさ、真夏の永遠のテーマで、ものすごい暑い。でも普通この秋から冬に関しては重ねても重ねてもスタイリングが重くならないアイテム多いからさ、そうそう、こうやってさ着てさ、ちょっと。そうね、あなたね、本当どこかのって感じるよね。そう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 、スカイキャッスル言いそうだ。スカイキャッスル。めっちゃドラマ見てるやつ。スカイキャッスルに言いそうな、ね、感じになってますけど、そうそうそう、この感じでございまして、はい、色がもう一色ですね。これおつぼさんまた来て、おつぼさん似合うよ。こちらですね、価格のねご紹介をねまたねしていきたいなというふうに思うんですけども。やっぱこのね、羽織はね、いいよね。2万と900円です。税込み2万900円になってますからね。で、いつでも使えんのよ、これが。春でもいいし。春でも出るのよ、この子が。今いいじゃんみたいな。そうそう、だから結果ずっと使えて、中をさ、こうやって機能的な、こんにちは、出遅れました、全然まだまだ続きますんで、まだまだ、はい、で、そう、この子がさ、結局さ、春も使えるし、で、こういう中とかさ、もうちょっとあったかいやつとかにしちょったらさ、もう香りもこれでよ、カッコするとかめっちゃ着込めるんですよね。そう、着込めるっていう軽めのアウターってめっちゃ良くないですかっていうところで、パーカーだったりとかしてもいい。今ねパーカーまだないから、もうちょっとしたらパーカーとか出てくるから、パーカー中着て合わせてスタイリングしてもいいしっていう感じですね。この色になっております。グレーですね、ベージュとグレーとブラックの3色。グレーって言ってもちょっと、そう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 、なんかカーキ見えするいい色ですよね。本当にね、素敵なカラーです。グレーとまたちょっと違う、そう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 、見え方ちょっとね、楽しみ方を変えていただきたいなというふうに思いますっていうところで、羽織あともう一つです。はい、ぴゃーん、解禁、持ってきて、はーい、よいしょ、これでございます。皆様お待ちかねです。こちら用意ができました。ワイドシルエットカーで、こちらが現物でございます。このような形で物が出来上がりました。軽いだってこれでさ、この前1時間喋っとったもんね。皆さん言われましたよ、あれ1時間喋れてたんだね。いやそうだよ私も思った、終わってさ、めっちゃ喋ってるからみんなに見てねって言って動画作ったら1時間ぐらい喋ってるから疲れるわよと思ってさでもほら見て、かわいい、ピン合わせかわいい、ピン合わせでかわいいんだね。かわ
まに金でいいんだね。でもその2枚であったかくないですか。あったかいよ、めちゃめちゃあったかいよ。はい、もうあの一応ねもう一度1時間喋りますね。ワイドシルエットカーデでございます。上質な役ニットっていうところでですね、あの本当にねもう人が行けないぐらいのところにあの役って住んでるんです。住んでるんです。でそこのねもう天然の役なんです。だからこれ染色してないですね、染色してない原毛を使ったアイテムになっております。このクオリティ、前も言ったんですけども、あのシークレットラグジュアリーって言われます。あの本当にダマってるなんかロゴとかもついてないんだけども、そこのメーカーさんが本当に他に卸した時にじゃあいくらなんだい10万円ですそれをですね、ちょっと出会いがありまして、トワミーでね、あのやらせていただいて、薬さん軽くて気持ちよかった。毛で目でできにくいですよ、薬。そうなんですよね。だから、そう、それで、あの、腰もね、一応ドライでっていう本気にはなってるんですけども、あの、いいんだろうね、というか、ね、シーズンで1回でいいって言って言ってるから。本当っていうことは私も買いますよ、今回。買って、ちょっとね、いっぱい着てみようかなっていうふうに思うんですけども、あの、それにさ、リュックサックとかさ、買うなんかいっぱいしたらさ、ね、リュックはね、ちょっと危険なんですけど、ちょっともう本当に、あの、暖かいです。もうとにかく軽い。で、もう触ってみてください。なんかね、カシミヤジェットはまたちょっと違うんだけど、ね、あの、カシミヤジェットそうそうそう、ヤクのガサッとした感じは全くなく使っていただけます。でも本当にデザインこだわりました。もう襟のところをですね、そのままあのこうやってねポチョンと落とすんじゃなくて中に入れるような形で、あの見え方をね本当に綺麗にしました。で、襟の高さもちゃんとあります。で、もうなんていうの、なんかあの紛らわしいことしなくていい。もう本当にそのまま着ていただくだけでスタイリングが作れますよっていう感じですね。で、小柄さんも大丈夫です。お尻が隠れるぐらいの長さになってますので、もうこれからね、今回の皮切りだもんね、ネットの。だからこれお店にねこれ全部届いてるから、あのお試しに、そうそう、皆さんね、あのそれぞれの各店の、皆さんにねどんどんね、あの着ていただきたいなというふうに思います。で、あの、私の体型矢野さん、私の体型大坪さん、私の体型井原さんっていうね、あのいらっしゃると思うので、その感じでちょっと見ていただきたいなと思います。ただね、井原がさ今さちょっとインドネシアに行ってるのよ。そうそうそう、インドネシアに行ってるから明日いないんだよね。インドネシア行っちゃったんです。インドネシアにちょっと妹に会いにねちょっと行ってるから、そうそうそう、旅に出てるんで、まあ再来週になってくるかなというふうに思うんですけど、はい、ね、近くねお店があるんだったらぜひともこの薬味とだけでもね、あの見て、あの合わせてね、どういうものなのかちょっと本物をね触りに来てほしい。触っていただいて、この形っていうところですね、形こだわりましたね。あったかい気持ち、なんだろうね、この汗のかかないっていう、その不思議なやつ、いつもなんか来たら思うやつ。そうなんですよ、そう、こもらないんですよ。そうそうそう、これ本当毎回不思議なんだけど、本当にね、チクチクもしないしっていうところなので、ぜひともこれですね、あの私これ1時間喋ってるんで、ぜひともアーカイブ見てください。もう本当に素敵なアイテムになっていますので、形もこだわって作ってます。色は一緒の原毛のなんか3色ぐらいある中でも、それでもその中でも最高級の、原毛を選んで仕立てて作っていただいておりますので、よろしければぜひとも体験していただきたいなというふうに思いますというところでございます。以上でございますので、ちょっと秋物いいなって、着てみたいでしょ、着てみて、着てみてくる、うん、あ、ねえねえ、私さ今終わろうとしてた、私びっくりしたんですけど、2個ありました。はい、延長戦いきます。本当に1時間始まるかも。そうそうそう、やろうやろう。あ、じゃあこれね、あの、まあ、じゃあいや、着たまましよう。そうそうそう、あ、そうそう、着とった。もうこっちから行く。じゃあ私さ、じゃあ、あの、ちょっと待って、大坪さんがこれ解説して、私これ切るけど、これ切る。あ、ごめんごめん。はい、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 すみません。え、行く、行くね。これじゃ終わろうかしら。やめて。じゃあ次ですね、まだ終わらないので皆さん待ってください。こちらオンライン限定になってきますので、ネットショップのみになります。皆さんご注意ください。商品名がゆったりモックネックティーですね。
ね、ブランドがマオメイドさんの商品になります。生地自体はそんなによく去年の秋冬もモックネックのアイテムいろいろ出てたと思うんですけれども、今回のモックネックのカットソーに関しては本当天竺シルケット天竺シリーズの夏場によく出てた綿100だけどサラッとしてる生地感ですね、うん、の T シャツ生地で出てたシルケット天竺素材の、カットソーになっておりまして、張り感ももちろんあるんですけれども、結構見幅がすごい、ちょっと中に行くとか、ゆったりあるんですよね、しっかり見幅があるタイプになってます。で首元はギュって詰まりすぎてないモックネックのこの形ですね、ちょっと高さがあって首元すっきり隠してくれるよっていうモックネックの形になっております。でこんな感じでサロペットの中に入れて着ていただいてももちろんいいですし、本当に普通にいいしないで着れるアイテムなので、パンツだったりスカートだったりのトップスに持ってきていただいても大丈夫だと思います。今さっきのね竹感が見えないけど竹感はさっきの何でしたっけ、僕たちみたいな、うん、そうです、一番最初の服、そうです、そうです、あれとほとんど同じで、もういいしなくてもいい、でもインしなくていいのが一番便利なんですよね。そうなんですよ、お腹も隠れるし、インもしなくてもいいしっていう一応今回のカットソーお袖の部分は結構ゆったりになってます。最近のはちょっとすっきりめだったりお袖にリブがついてるっていうのが多かったんですけど、今回も本当に広めのお袖になってるので、上げるときは一曲げ二曲げ上げていきたいですけど、あ、いいしっかり出してこんな感じで貼ってあげてもいいと思います。で今山内さんが着てるカラーがグレージュです。なんかちょっとピンクっぽいなんかまあグレージュのカラーになってるので、これデニムの合わせだったりとかがすごい色合い的に合う色になってます。ただもちろんグレージュなので下ベージュだったりとか、あとはさっきのカーキとか、カラー物ももちろん合わせていただけるアイテムになるので、白に近い感覚で合わせていただくとすごい使いやすいカラーになっています。ちなみにこのサラペットは明日のインスタライブで詳細を、ね、はい、これさやっぱさ入れた方がめっちゃ綺麗やね、この襟立ち上がりが他にないもんね、うん、そう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 、これがこの高さが好きでさ買われる方も多いよね、うん、そうそうそう、つまらないっちゃうね、うん、ここのさこのちょっとの杭がやっぱりね大事なポイントだから、で、まあ、素材もそれこそ天竺だから、私そっかインナーシリーズでこれまで紹介する予定だったのに私が羽織っちゃったんだ。そうだね、だから、はい、私の羽織でもうがっつりいっちゃって、この子はやっぱり外せませんよ外したらいかんよねそうそうそう、この感じでございます。で、1枚でも主役になります。これ透け感がないです。でサイドスリットも入ってますので、で襟立ちがさすごく綺麗だからさ、なんかアクセしたいけど、どう、ね、なんか大きめのイヤリングとかピアスだけつけてとかも かもうさっきのちょっと長いやつをちょっと持ってこようか、うん、横のさ潰しをさ、そうなんですよね、オンラインのコミュニケーションやった時もアクセサリーがちょっと困ったけど逆にしない方がいいよねってなって、そのままで、なんかしないでさそれこそ羽織とかをちょっと持ってきた方が綺麗だと思うね。サイクロス一応してみるけど、今マネージャーが着てるのはスミクロです。スミクロね、この感じそうそうそう、黒でもね全然大丈夫だから、ちょっとグラデっぽく見えて重くない黒、まあ、いらんね。いらんね。いらん。首元、そうそう、ハイネック苦手な人にはね、すごくいいですよ。で、もうほんとこの立ちだけで一気にさ、女性らしくなるから、男性では着れないね、このね、感じがね、素敵かなというふうに思います。で、これでちょっとね、役に着てみますね。あ、はい。後ろは一応前後差がちょっとある形になって、それでスリットが入ってます。後ろはお尻にかかるぐらいの感じになってます。ちょっと山口さん着てみる？これで。せずに行けます。これもね、インなしで OK なやつです。これ感じですね。可愛い。OK じゃない？可愛い。デニムもいいね、これ。これブーツ合わせてさ、おしゃれ。
ポケットのさ、この立体感も本当にこだわって作ったんですよ。もともとね、フラップでね、表立てしてたんですけど、こういう感じで中に入れ込んだんで、綺麗に見えるし、ちゃんとポケット機能もあって立体的だしっていう形になってます。似合うよ。これ似合わない人見たことないね。確かにない。そう、みんな本当に似合われるんですよ。これだってさ、うちのスタッフ全員なんこれみたいな。すごいさ、みんな欲しがってる。そうそう、なんかシンプルだからさ、大丈夫かなって思ったけど、やっぱ全然いいね。ベーシックカットソーみたいな感じ、着心地ですか。ベーシックカットソーの方が、あのまだね、あの生地が、あの厚いっていうか、あの伸縮性があるような感じ。これはなんか本当、でも本当夏の T シャツ。そうそう、T シャツの感じです。ベーシックカットソーの方がまだね、あの生地がねあります。で、あのフィットはこっちの方がちょっとまた ゆったり系でね、着れるかなと思います。赤ベレーが、あの似合いそうなコーデ。確かにね、赤ベレーを持ってるから生地知ってる人が言ってるそうでも本当にこうデニムとか、あのなんかね、あの羽織なんだけども、そのなんかちょっとニットにするだけで一気にリラックス感が出て可愛いかなというふうに思います。よく似合ってる、可愛いですね、っていう感じで、一応その、中身、ご紹介を。今日インナーがしっかりね、そうですね、そうだね、いろんなバリエで揃えてたらすごい便利ですね。そうで、1枚で着れることが大事なんで、今回1枚で、まあ、着れないことはないんだけど、私はね、これは1枚っていうよりも重ね着用、はい、うん、これで1枚でも着てもいいんだけど、重ね着用にあのぜひともちょっと見ていただきたいなというふうにアイテムになっております。で、こちらはもう1枚で着ていただけるよっていう感じなの。最後、久しぶりにバッグのご紹介をさせていただきたいなというふうに思います。山口さん、ありがとう。じゃあ続いて、これもね、オンライン限定の、ジップショルダーバッグ M になっております。19,800円でございます。ね、もうね、シンプルな、三日月型のナイロンジップ、ナイロン系やっぱりすごくね、アンパサンドさんですね、アンパサンドさんのバッグになるんですけども、これわかります？そう、不思議な形で、これオレンジが MA マンみたいな形で、見える感じなんですけど、本当にね、薄いの。黒の中はそうパープルネイビーっていう感じですね。で、この感じです。本当にペランペランとした感じなんですけど、これね、iPad も入るし、もうね、機能的で、まず、あのね、いろんな方向から物を取れますよっていう感じですね。そう、まず、あの、中身どういう構造になってるかっていうところなんですけども、今、ここチャック開けました。ここのチャックと、ここも開けました。じゃあ、ここって手つなげるんですかって、つなげないんです。ちゃんと中身に仕切りがあります。なので、実質この細い、薄いタイプになるんですけど、ここがメインの収納どころ。で、ここがサブポケットになってくるっていう感じですね。おしゃれな配色ですよね。もうこれだけで、こう持ってるだけでも全然いいので。で、このね、外ポケット、これがサブのね、あの入り口になるんですけど、もう全部ここ使っていただけます。で、そう、全部使っていただけるし、なおかつ、ここにね、ちゃんとマチガンでついてるので、落下防止。うん、あのここがなかったら落下防止にならないで、ここにちっちゃいバッあの小物だったりとか、ちょっと iPhone だったりとかは、もうスマホだったりとかはこっちに入れていただいて、もうあのブルってなった時にサッと取れるような形にしていってください。で、こっちのしところはもうメインの入り口になってきます。で、メインの入り口は、こちらの入り口こんにちはっていうのと、こちらですね、こちらも、入り口、こんにちはっていう感じなんですけど、こんにちはなんですけど、この子とこの子は手つながります。この子とこの子は一緒。ここの入り口とここの入り口は2つ、アクションが取れるよっていう感じになっております。どんだけあるのっていう感じなんですけど、だからここで取っていただいてもいいし、全部中身見たいときではこっちでしてください。で、まず1つ目、こちらでしたね。で、もう1つ。そうめっちゃ入るよ。で、この子とこの子が入ります。だからぶっちゃけこの中に、1メイン2、3だから1、2、3層のすごいですよね、この薄さで3層そう3層になってます。あのね、大きさはね大きいと思うんですよ。
薄さだから、あの大きさはねほとんど感じない。あのこれがね下にね間違えるとねすっごく大きく感じるんですけども、これそうそう、どんだけポケットあるのって感じでしょ。もうね私思う、こんなさポケットさいっぱい作ってすごいねって、どこから何探してもあるじゃんみたいな。ポケットあるのにちゃんと内ポケットもついてる。そうそう、内ポケットもちゃんと。でここはね一番の大きなアクションはここです。一番ここが大きくあの開けていただけますよっていう感じになってますね。これ機能的でしょ。でもう一ついきますよ、私大好きなの、機能が、あの機能が大好きってあれだけど、こちらでございます。チャームがですねこちらについておりますので、ホルダーですね、鍵だったりとか、そうそうそう、IC カードだったりとか、そういうものが、ささっと取っていただけるような、こちらもね紐がついておりますので、そう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 、この感じのバッグ2色になっております。ブラックとこちらのカーキの、2色になっております。で、配色がですねちょっと開けた時のこの配色ですよね。あの大きさがあるように見えるんですけども、先ほど言ったように本当にボディフィットなタイプの、バッグになっておりますので、中身は少なくてもいいしたくさんも入ります。なので本当に形っていうところに関しては本当に、ね、自由自在に変わっていくかなっていうふうに思いますので、私がね普段入れてるやつ入れてみようか。エコバッグ、サングラス、財布、長財布で、この鍵と、これ何？鍵と、これはエアポッツと、これリップね。リップは何個あると？リップ 1?2? 3個。裸で入れるんじゃないっていう話なんだけど、じゃこの子はさ、じゃここに入れようかな。この子はさ、迷子になったら嫌だからさ、そうそうそう、すぐ取れるアイテムはこっちに入れて、そしたらこれ取れないじゃん、やっぱり最高じゃん。で、あとはペン入れようか。ペン入れて、でも全然さ、入るよ、ほら。まだまだ。まだだ。まだめっちゃ入るじゃん。まだ何も入れてないじゃんっていうぐらい。もう本当に iPad も入るし、水筒とかも入るし、ちょっとね、全部入れたらもうどんだけでも入るんだけど、入れて、今これ。この感じ。斜め掛けはできないのですか？斜め掛けはね、できない。うん、もう肩、あのね、ボディバッグ、これがね、一番のマックスの長さになります。マックスの長さになるので、ボディバッグにするんだったらこうか。この感じ。えいっ。えいってなる。そうそう、これだから、そうそう、近くて、えいってなっちゃうから、これはこのか、あの形じゃなくて、ちょっと、そうそうそう、この感じで。可愛いかなと思います。これね、このさっきのね、あのスマホケース。収まりがね、すごくいいし、軽い。何より軽いので、で、ちょっとね、なんかね、おしゃれじゃない？この形。そうそう。これだけでさ、短くして持ってても。そうそうそう。短いのもね、可愛いんです。これ長さが今マックスになってます。ちょっとね、ぐーっと短くして、半月のこのね、ちょっとボリューム感をぐっと出していただいて、ここね、ここわかります？ここ。ここスクエアで、ここトントンとして、この感じで、ちょっとボート型のバッグ。今ね、すごくね、このスクエアのボート型ってね、バッグの中でもすごく人気があるんですけども、この感じで合わせて使っていただいても。めちゃめちゃ入るし、アクションがいろいろいろんなところで取れるから。三日月ポイント持ってるんですけど、うん、何も入んないんですよ。え、そうなの？これなんかこれよりちっちゃいやつ持ってるけど、なんか財布とポーチとスマホ入れたらピュってなるぐらい。あ、全然全然、これめっちゃ入るし、ね。そう、さっきもね、iPad 入れたもんね。うん、iPad をちょっとね入れてね使ってみたんだけど、薄さの想像の3倍ぐらい多分全然入る。だから薄いでしょ、入んないでしょって言われるかもしれないんだけど、これはね全然入ります。ちょっと今。これ入れてるよ、 iPad 入れてんだよ、これ iPad 入れて、長財布入れてる。 iPad 入れた感ないですよ。 iPad 入れてんだよ、これいい。そうそう、入れてるからちょっとライブの時とかいいんじゃない。そうそう、かわいい。そうそう、この感じでちょっと開けた時に、この迷子にならないのがいいな、やっぱりね、ここでね、そういう感じで。そう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 。で、これ価格がいくらなの？喋りすぎ。そうそう、喋りすぎて iPad も収納しちゃったけど。アンパサンドの、さっき言ったよね、私ね。先ほどお話しさせていただきました、2色展開になっております。価格が19,800円でございますので、ぜひとも。そうですね、バッグのね、機能的にもそうですし、いっぱい入りますので、写真にもね、こことこことって言ってね、機能がね、全部載っておりますので、合わせて見ていただきたいなというふうに思います。軽量です。で、もう私たちもナイロンがいいね。もう、ナイロンがいい。
なんか傷の気持ちいいし、そうそうそう、一応ね、あの革のねバッグはあのまた可愛いの入るけども、うん、ちょっとナイロンはカジュアルにバッと使うよりでちょっと持っていただくとねいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひともよろしくお願いします。今日1時間やりましたね。もう29分でございます。30分になりましたら1時間になりますので、ここでちょっと終了させていただきたいと思います。喋りすぎた社長が編集大変なのよって言われるから知っております。本当に申し訳ございません。あの本日もよろしくお願いいたします。では皆さんもちょっとぜひともねアーカイブで見ていただきたいなというふうに思います。お付き合いありがとうございました。テントでお待ちしております。